ビビットバットスクワットのあずさわ小羽です。宮益坂女子学園の1年生で、飼育員は、そんなの言わなくていい？そうだよね、音楽と関係あることを話さないとダメだよね。じゃあ、私がライブハウスやビビットストリートで歌うようになったきっかけについて話しますね。お母さんから頼まれたお使いの帰り道に、どこかから歌が聞こえてきたんです。その歌にはラップも入っていて、それに学校で習う音楽では聞いたことがないくらい激しくって、歌詞もちょっと乱暴な言葉だったり、びっくりもしたし、ちょっと怖かったけど、でもなぜか聞き入ってしまっていました。カルチャーショックっていうのを受けたんだと思います。家に帰ってすぐにその曲を動画サイトで探しました。そうしたらいろいろな人がその歌を歌っていて、聞けば聞くほどその歌も激しさもラップもノリも全部をどんどん好きになっていきました。それからちょっと自分でも歌ってみたりして、でも本当に歌い始めたばかりだから、他のみんなみたいにライブハウスで歌った経験も少ないです。それに私、自分に全然自信がなくて、何かを積極的にやれたこともなくて、でもこんな私とでも一緒に歌いたいってあんちゃんが言ってくれたんです。だから私もライブハウスやビビットストリートで歌い始めることができました。それとあんちゃんは私にすごい夢も教えてくれたんです。初めて聞いた時びっくりしちゃったけど、すごくかっこいいなって思いました。私もあんちゃんみたいになれたらなって心から思います。歌い始めてから大変なこともあったけど、この街やビビットストリートであんちゃんたちと一緒にこれからも歌い続けていければと思っています。ご清聴ありがとうございました。どうだったかな、感動した？ありがとう、あんちゃん。あれ、東雲くん、なんでそんなに笑って、作文の発表会みたいだった？確かにそうだったかも。